凍ってるグリーンを攻略するコツみたいなのを2人に聞いてみたいなと思うんですけど、優作はでも福祉大だから、うん、そうですね、これ入っていかないですよね、クラブが。そもそも、あ、そうか、こっちが凍ってるってことね。こっちも凍ってるから入っていかないんで。そういう場合はどう、いやもうそういう場合どうすんの、もう滑らすしかないですよね、勢いでパターンみたいに。そっか、いつも通り打っちゃうと跳ねちゃうから、跳ねちゃうんで、飛びすぎちゃうって、キャリーが出すぎちゃうと。タフ取らない、痛いです、痛い。僕だから48度とかで、あ、逆にね、はい、やっちゃうっすよ。そう、でも確かにね、凍ってるグリーンってあんまりキャリーも出さずになるべく転がしてった方がいいもんね。なんかもうこういう、こういう感じ、この辺置いて、右置いて、こんな感じ。お、確かに、あ、弱い。あんま優作さんがやらないような、下にね、とにかく、まあ、こっちも凍ってることがあるんで、下もほら、もう置いたらやばいね、これ、うん、滑らすような、はい、入射をなるべくこう緩やか緩やかってこと、はい、もう吐いて打つみたいな。うーん、はい。